ランクアップできた上にこんなに綺麗な海でお休みを過ごせるなんて、これもプロデューサーさんのおかげですね。今日は一日のんびりさせてもらおうと思います。いえ、それほどでも。ライブの疲れももうほとんど残っていませんし。目標、そうですね、いたずらに時間を過ごすだけでは成長できませんよね。ではこういうのはどうでしょう。最高に綺麗な貝殻を今日中に必ず一つ見つけるというのは。それでは決まりですね。積極的な私になるためにこのレクリエーションやり遂げてみせます。プロデューサーさん、プロデューサーさん、いえ、それどころではなくなってしまって、海岸を歩いていたら迷ってしまったんです。なんだか岩場みたいなところに入り込んでしまったんです。貝殻も見つかりませんでしたし、それに何も食べていないからお腹が空いてしまいました。そういえばどこかからいい匂いが。はい、二人で海の家で軽食なんてなんだか楽しいですね。アイドルにぴったりの食べ物といえば、マグロの丸焼き？ダメです、そんなにたくさん食べたら太ってしまいそう。赤身の部分を少しだけなら。そんな、トロなんてカロリーが高くて、いや、でも、綺麗なのが見つかってよかったです。プロデューサーさん、私気づきました。同じ一日でも目標があるかどうかで全然変わってしまうんですね。おかげで充実した時間を過ごせました。はい、アイドルもきっと同じですね。いつか貝殻よりも眩しい宝物、掴んでみせます。ですよね。でも、大丈夫です。だって、私には、一緒に手を伸ばしてくれる人がいますから。この調子で、次のレッスンもお願いしますね。